やっ、おお、これはやりたい放題ね。この好き。ご主人様の名。お宝発見！お宝発見！やっ！おお、これはやりたい放題ね。まったく、期待がないわね。もう私の番なの？パッ！何よ？とんだ時間の無駄。お待たせ。下僕は下僕らしく。私の。よかったですね。すぐ近くに町があって。ああ、歩いているうちにだいぶマシにはなったが。あ、通行人発見。すいません。ん？おや、なんだいお前さんたち。そんな格好で出歩いたら風邪をひくよ。平気よ。この私が風ごときに負けるわけないじゃない。確かにお姉様は風邪をひかなそうです。いろいろな意味で。はあ、最近の若い子は元気だね。そんなことよりおばあちゃん、この世界の魔王のこと知らない？魔王？こりゃ驚いた。子供の口から魔王なんて言葉を聞くなんて。その口ぶりだとなんか知っとるようだな。ああ、小さい頃はよく言われたもんさ。老いたばっかしてると魔王にさらわれるよってね。その魔王はどこにいるんですか？どこにって…やだね。魔王なんて言い伝えに決まってるじゃないか。どこかに封印されてるなんて話もあったけど、信じてる人なんて一人もいやしないよ。ではこの世界に魔王はいないのか？少なくとも私は見たことないね。じゃあ勇者は？勇者もいないんすか？勇者？さてね、そっちは聞いたこともないね。お宝発見！お宝発見！お宝発見！困りましたね。まさか魔王がいないなんて。こういう場合どうやって征服するんですか？やっぱり片っ端から？やーよ、そんな面倒いのに付き合うの。いないと決まったわけではなかろう。封印されてるのを探し出せばいいんじゃないか。言い伝えを頼りにかい？ナンセンスだね。勇者の方はさらに手がかりなしだしな。困りましたね。わっ、なになに？
爆発音だ。近いぞ。もしかして敵ですか？この世界に来たばっかりでいきなりなんて。また失敗しちゃった。空から女の人が。ふん、しかもかなりのナイスバディの持ち主。あら、ああ人がいたんだ。ごめんなさい、怪我とかしなかった？アレスたちは大丈夫だけど、下の子はどうでしょうね。下の子？うわぁ、うわぁ、うわぁ、ごめんなさい。大丈夫？な、なに今のでっかくて柔らかい物体は。必要もないのに無駄に大きく育っちゃって。うわ、でかっ。ありえないくらいにでかっ。あれに顔をうずめてたっすか。うらやましい。で、さっきの爆発はお前の仕業か？うん、モンスターに囲まれちゃってね、せっかくだし新しい魔法でやっつけてやろうって思ったんだけど、まあ結果はご覧の通りで。おお、お前魔法を使うのか。あまり大層なものじゃないけど、一応護身用程度には。遺跡探検には危険がつきものだし。遺跡探検？何それ？何って、そのまんま遺跡の探検よ。この世界には氷漬けになった遺跡が何千とあるでしょ。私は趣味と実益を兼ねて、暇さえあれば遺跡を巡ってるの。遺跡を巡ってどうすんの？それは昔の人はこんなこと考えてたんだって考えにふけってみたり、運がいい時は価値のあるお宝を見つけたり。た、楽しそう。ずるいわよ、そんな楽しそうなこと独り占めなんて。興味あるの？だったら今から一緒に行く？行く！行くに決まってるわ。あら、嬉しいわね。私の趣味に付き合ってくれる人なんて今まで誰もいなかったのに。私はマリナ・カナンベールっていうの。よろしくね。圧倒的美少女絶対神シュシュ様よ。面白い子ね。それじゃあ行こうか、絶対神様。うん。一瞬で意気投合したわね。すごいですね、あんなすぐに仲良くなれて。でも。ええ、シュシュ様、もしかして。あれは完全に本来の目的を忘れてますね。使えるかな。どっからでもかかってきなさい。呼ばれたからには隠れが尽くせます。成敗完了です。受けて立ちましょう。刃の露と消えなさい。僕をいじめてあげる。私が攻めるわね。僕はけば。もう終わり？本当に私でいいんですか？そんなきっと。もう好きにしてください。
私の出番ね。おお、これが遺跡。いいわね、この古臭い雰囲気気に入ったわ。喜んでもらえて何より。あー、下手に触ったらダメよ。壊したら取り返しがつかないんだから。大丈夫、壊したりなんてしないわよ。すごいっすね、これ全部機械っすか。ふん、わしらの世界のからくりとは少々様子が違うが。海洋界に持って帰ったら目立てるかも。ねえねえ、これ何する機械なの。具体的にはわからないけど、まあ魔導技術の礎になった装置なのは確かね。魔導技術の発展は遺跡の機械なしでは説明がつかないし。魔導技術、聞き慣れない言葉ですけれど、それは？簡単に言えば魔法と科学を一緒くたにしたものね。昔の人が考えて遺跡の装置を使って発展させて。まあ詳しいことは私にも全然わからないんだけど。興味深いな。この世界で今現在活用されている魔導技術がすでに遺跡となって人目の触れないところに眠っているとは。うん、ヘルカのくせに頭良さそうなこと言ってる。別にいいじゃないか。俺様は女の次にこういう技術的なものが好きなんだ。それについてはどこから説明したものか。魔王って言ってわかるかしら。はい、封印されてるって言い伝えがあるんですよね。そうそう、だからこれも言い伝えに過ぎないんだけど、その昔魔王が大暴れしたせいで世界のほとんどは氷漬けになったんだって。これらの遺跡はその名残だって言われてるの。おお、この世界の魔王はなかなか悪いやつね。これまでまともな魔王はいませんでしたからね。姫に取り込まれたり、勇者から逃げ回ってたり、ただの目立ちたがりだったり。幸い人々が使ってた技術までは失われなかったの。でもそれ以来魔導技術は一切発展しなくなってしまった。で、私はなんとか新しい技術を開発できないかって思ってこうして遺跡を調査して回ってるの。遊び半分ではなかったんだな。まあそんなに真面目でもないんだけど、もともとは父親の仕事を手伝っていただけで、で、その父親が亡くなる時にあとは頼むって任されちゃったの。だからやらないわけにもいかなくて。よくわかんなかったけど、なんとかなるわよ。なんせこの私が手伝ってあげるんだから。手伝ってくれるの？ちょっと見たら満足して帰るかと思ってたんだけど。この程度で満足するわけないでしょ。この世界の遺跡だって全部私のものなんだから。本当に面白い子ね。ありがとう。それじゃあ頼りにさせてもらおうかしら。ええ、任せておきなさい。やっぱり本来の目的を忘れてますよね。ですね。でもまあ今回はほっといてもいいかもしれません。あら、アルティスさんがそうおっしゃるなんて珍しい。今の話を聞く限り魔王の言い伝えは言い伝えじゃないのかなと。確かに魔王がいなかったらこの遺跡ができた説明がつかないっすけど。ですからしばらく遺跡探検を続けてみるのも悪くないって思っただけですよ。